ここナンバー2に上がってきたぐらい票が多かったです。この近辺で一回上がった、はい、確かそうやんな。おそらくなんかこの看板めったに見ないですから。しかもこれほんまちょっと不気味ちゃう、はい、人事件が、何回かあった場所、そう言われています。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。つー全国福岡、どうもヤカズです。ディエゴです。はい、福岡にやってまいりました。はい、今回来た場所がですね、ここナンバー2に上がってきたぐらい票が多かったです。その名も牛首玉、こちらに来ております。でこちらがですね、はい、もうダムということなので、はい、もうの名所ですね。で今から僕たちが行く場所がとりあえず、まあ橋をずっと歩いては行くんですけども、この場所とまた別に、そのダム湖に降りていける階段があって、そこに、もうちょっと考え直してください的なあのホットラインの看板があるみたいです。はい、いろんな、まあ、ちょっと怪奇現象がこちらではあると。まあ、その一つが、まあ、赤い服を着てきたら、まあ、呪われるとか、はい、他にも、まあ、何もない場所ですごいこの広い場所で蜘蛛の巣に引っかかることってないじゃないですか、はい、それが、まあ、顔にかかるとちょっとやばいと、はい、そう言われています。なので、ナンバー2と言われるこの牛首ダムじっくり回ってみたいなと思います。では行きましょう。奈良市民ホラーチャンネル、まあ、ほんまはもうあっちかな。あのこの下もカラッカラやから、はい、まあ、水せき止めてますね。うん、あでもこれあれか、一応ダムの上っちゃ上、まあ、ダム湖の上っておかしいか。確かに雰囲気ないことはないけど、そんな別にまあなんか普通の道って感じですかね。そうそう、広くてめちゃめちゃ長いからさ。はい、それにしても今日あれですね、月が綺麗ですね。今日月綺麗ですね。どこなんやろな、まあ、メインが一応ここじゃないからさ、はい、どうやったらそのダム湖の方に降りていけるかっていう、そんな感じなんだ。この近辺で一回があった、はい、確かそうやんな。近くであったっていう話を聞くけど、はい、それはまあ近くやからな。まあそうですよね、うん、まあ、ここのダムとはその関係性はないでしょう。みんなメインここで来んの、ほんまに全然大丈夫なんですか。いや僕も見よう、全然大丈夫です。もうただなんか道歩いてるみたいな、はい、だって電気もついてるし、はい、道もめっちゃ広いし綺麗ですしね、うん、周りももうすごい見えてるから不安要素ゼロかな。おそらくまあここじゃないんやろな、もう何も感じないどころの話じゃないから、はい、考え直してください看板、はい、ホットラインのあれがあるんやろな。下に降りれるはずですもんね、まあ、一応向こう側まで見に行こうか。はい、どっちにしてもこう車入られへんからな。これはもしかしたらちょっと買いかぶりすぎた系ですかね。ああ、まあまだわかんないですけどね。せやな、これがメインじゃないんか。はい、ぐるっと下の方まで、まあ、向こうですね、ぐるっと下の方までぐるっと車で回ったんですけど、どこも今はもう降りられへんようになってて、はい、なんかチェーンとかナトラロープで、そうですね、公園自体も入れなくなってて、はい、そのダム湖の方に近づくことがもうできないんですよ。はい、でもおそらく前のこの看板めったに見ないですから、ホットラインの看板ですよね。すごいっす。
これ上がってるぐらいだからもうほんまに多かったんやな、はい、だから多分あれやろなほんまにダム湖の方近づかなあかんねやろな、はい、下に降りていくとやっぱりすごい不気味で感じるものがあるらしいですよ。まあ別にクモの巣が顔にかかることもなかったですし、はい、いや本当もぶっちゃけね、はい、ここもすごい期待してくれても皆さんには申し訳ないんですけど、あの橋を渡ることしかできなかったので、何もなかったかなっていうのが正直です、はい、ここの恐怖ポイントをお願いします。いやーちょっと下降りれなかったんですけど、はい、ちょっと1で1で、はい、次行きます。はい、奈良市民ホラーチャンネル、お疲れ様です。お疲れ様です。河内貯水池に来てます。はい、でここなんですけど、昔2009年ぐらいに、男性がここで池の中に落ちたらしいんですよね、でそれを助けに行こうとした男性が2人で行ったんですけど、もう結局そのまま2人とも亡くなっちゃったっていう事件があった場所です。助けようとして、はい、実際にあった話、はい、橋から女性が、池に飛び降りもあった場所です。なるほどなるほど、はい、その女性がですね橋の上に立ってるという心霊情報があります。なるほど、はい、まあ、でもこれ、まあ、ダムやろいわゆる、はい、貯水池でダムのことやろ、はい、これまだそんな多分カメラに映ってないと思うんですけど皆さん見ててくださいね。なかなか雰囲気あるんですよ。いきますね。これです。すごいっす。俺も今ちょっと初めて来たけどさなんかいつものダムとちゃうよな、はい、しかもこれほんまちょっと不気味ちゃう、はい、なんか今まで行ったダムの中で一番作り古いというか。そうですね。いや、せやんな。雰囲気がめちゃめちゃすごいっす。あるな。ああ、そんな感じね。ほんまに古いダムなんや。おそらくだから助けるとしたらこっちやろですね。多分反対側は無理やもんな。こっちに多分飛び込んだけどそのまま溺れてなくなった。マジで、はい、雰囲気はあるんですけど怖さはないですね、やっぱり。そうですね、うん、これ管理のあれやろ、下に階段降りていくやつやろ。はい、この建てあれもな、建物でさえちょっと古いもんな。はい、なんかめっちゃ綺麗やレトロな感じですね。ああ、いや、すごいすごい。これはちょっと平日の夜中とかじゃないと、あれちゃう？走りや大暴れちゃう？そうですね、ドバンですもんね、今日は。せやな、来る日間違いだから、もう決しても走りや悪くないから。はい、こんな時に来た俺が悪いから。はい、これはほんまに多分コメント欄でもしかしたら騒がれるので一応言っときますけど、うん、定期的に聞こえる声は走り屋さんたちの笑い声です。ああ、なるほどなるほど、はい、そうですそうです。もう後ろにね、そのギャラリーが、30人近くいました、ね、はい、その笑い声がキャッキャッキャッキャ。まあちょっと土曜日の晩やし、はい、まあ、一応ここ心霊スポットなんで、まあ、来るの仕方ないんでちょっともう多分撮影これ続行不可ということで、はい、では次の場所行きましょう。はい、奈良市民ホラーチャンネル、はい、そしたら力丸ダムですかね、こちらに来ました。でこちらはですね、もう数々の事件が起きている、まあ、ダムとなりまして、まあ、過去に、まあ、殺人事件が、何回かあった場所、そう言われています。ただまあその殺人事件も結構、まあ、濃厚な話らしくてですね、まあ、過去にここに、まあ、暴走族のたまり場だったみたいで、なので、結構、そういった事件が多かったみたいです。でもちろんですね、ダムですのでこの両サイドにですね、この柵がされていると思うんですけど、これもやっぱり落下防止、身投げをする人が多いことから、まあ、こういうのが建てられたみたいです。まあ、せっかく一人なんで、まあ、極力ちょっと何かが取れるそういう状況を作りたいなと思いますので、
でライトはなしでいきたいと思います。本当ダム湖って感じですね。こっちが見にくいんですけどダムになってますけど、反対がダム湖ですね。よいしょ、見えへんか。もう真下に、ダム湖があります。ちょっとさっき下を映した時にですね、なんかちょっと女性の声がうっすら聞こえたように感じます。なんかでも人の足音みたいなめっちゃ聞こえますね。僕が歩いてるこの道じゃなく奥の方ですね。管理室なんかな、あれ。まあここまでは街灯があるんですが、この先がですねちょっと暗くて見えなくなってるんですね。おっと、今宵も月が綺麗やなですね。よいしょ、この先は山道。びっくりした、鹿や。もう抱きしめるしかないな。鹿ちゃんがいましたね。この力丸ダムのどの場所でっていうのはちょっとわからないんですけど、まあこの力丸ダムで、三度ですかね、事件が過去にあったと、言われています。こっちの方はもう山道やから関係ないんかな。ちょっと危ない道ですね、この辺りは。こっちじゃないか、反対か。反対側の崖を下っていけば、ダム湖の方に近づけますので、でも身投げするとしたらこっちか。こっちやな。どちらにしてもちょっと降りることはできないんですけど、ダムに関しては。まあでも不思議とですね、この辺りに関してはそこまでですね、なんか。すごい気配がするなとか、あ絶対なんかおるなって、まあ、言い切れるようなそういったなんかあれはなさそうですね。全然まあ怖さはないかなと。まあでもここのダムに関しては街灯があるので、まあ、道も全然悪くないですし、心霊スポットにはちょうどいいのかなとは思いますが、言ってもその過去の情報が本当であれば結構体質的にきつい方もまあ出てくるかと思うので、霊感が強い方とかは避けた方がいいかもしれないですね。ダムだからといって怖がる必要はなさそうです。では一旦ちょっと落としたいと思います。だらしめホラーチャンネル。いきますよ。はい、せーの、ダッシュメンホラーチャンネル。 OK です。あ、もうぴったり、もうそこでいいです。ここですか。完全にそこで。これですか。そうですね。こんなんじゃダメですか。あ、全然何でもいいですよ僕そのあれによって順番変えるんで。確か緑目立つな行きましょう。せーの、だらしめんホラーチャンネル。強いですね。さすがですね。なんて言いたいですか。なんて言いたい。なんかリスナーさんおれへんかったら俺って存在せえへんねやろなってめっちゃ思ってるんですよ、はいはい、あ僕もこれ全部使うんで。今めっちゃいい人になってます。はい、かっこいいっす。見えますあの月。見えます。あの月が僕を照らしてるんですよね、はい、でその月の光を利用して、はい、僕はせーの、だらしめホラーチャンネル。 OK です。はい、ありがとうございました、はい、せーの、だらしめホラーチャンネル。 OK です。
思います。はい、あのレンズに向かって、はい、いきましょう。大きな声がいいですか。大きな声がいいですね。好ましいですね。せーの、だらしめんホラーチャンネル。OK です。これから OK です。これね、はい、こうね、うん、いきますね。はい、せーの、だらしめんホラーチャンネル。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。幸せな感じ出てましたね、今。せーの、ダラシメンホラーチャンネル。オッケーです。ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、ちょっと僕のパワーを発揮してしまったといいますか、はい、2人ちょっとすごい夫婦喧嘩中で、はい、で、まあ、僕がたまたまライブをしたんですね、はい、でそのタイミングでもうそんなしてる場合じゃないと、今すぐここに来ないといけないと。で、見てくださいこの笑顔。ちょっと恥ずかしいです。これがなんというか本当の力と言いますか。はい、あざっす。ありがとうございます。いきます。せーの、だらしめんホラーチャンネル。オッケーです。せーの、だらしめんホラーチャンネル。オッケーです。男の人が女子なんや。いやー、ちょっと危ないです。ちょっと女の子撮ったらしい。だらしめんホラーチャンネル。せーの、だらしめんホラーチャンネル。オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、もうテンション上がりまくり。どうしよう。せーの、だらしめんホラーチャンネル。オッケーです。せーの、だらしめんホラーチャンネル。オッケーです。めっちゃ目立ちますね。でも笹ね、はい、もうこれはもう鳥に使おうかなって思ってます。行きましょう。せーの、だらしめんホラーチャンネル。オッケーです。絶対的に怪奇現象がやっぱ起きてるんですよね。待って、めっちゃでかいなこれ。ちょっと気分悪いな。男性の声と奥にね、仏壇そのまま残ってますね。皆さんこんにちは、ヤカズです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県全て制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で、現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。で、アカウント情報なんですけども概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。